あっちゃんさんがタオルやってた時にいたのは中野っちさん、我が輩圭介さん、エロちゃんさんの鬼。会話できんだろこんな状態。何笑ってるんですか。真剣にやってるんですよこっちは。こっちは真剣に犯人を探してるんですよ。はい、ということでね、ルール説明は、試合開始前にやりますので、一旦ですね、今日のメンバーを、ま、クルーリンクの上から順にやっていこうかな、今日は。じゃあ、ケイスケさんからお願いします。あ、はい、YouTube にてクラッシュオブクランというゲーム実況の方を、やっております。おとといあたりも近くの人と話せるアマンガスが。いや、で中野内さんに殺害予告して、でそのままキッチンでみんなの目の前で中野内さんをキルしたりとかしたんで、今日も中野内さんをキルしていきたいと思います。お願いします。はい、 SP 募集です。 SP 募集です。さあ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 しゃあ、なんだなんだ、さあ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 、インポスターだよ、ブラインポスター来た、よっしゃインポスターだらしいよ。エロちゃんインポスターらしいよ。エロちゃんインポスターの、うん、エロちゃんインポスターらしいよ。エロちゃんインポスターの、インポスター。これボタン、私しか、うるさい。なるほどね。なんでボタン押したんですか。なんでボタン押したんですか。なに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 、黒いやついる。なんだこの回、なんだなんだ。え、なんでボタン押したんですかって聞いてたけど。渋滞しとるって。ソーシャルディスタンスって早い。ディスコムのが。渋滞してます。うるさい、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 うるさい。ちょっと待って。まずこれ人間じゃない人がいる。まず人間じゃない人がいるよ。一人。みんな気をつけて。クルーじゃねえ人おるぞ。一人。やばいって。今回やばいよ本当に。やるか。こんにちは、メタノさん。聞いたことあるんだけど、なに、なにそれ。こんにちは。いや、聞いたことあるやつ。それ青鬼だろ。青鬼、青鬼、青鬼じゃん。なんすか。青鬼のやつじゃんそれ。殺しに来ました、メタノなんなんそれ。おお、青鬼じゃないか。こっち助け先生ね。おい。みんなでちょっとシャワールーム行きません。もうやめてくんねえか。シャワールーム？携帯で流してんの？いやめっちゃ怖いんだけど。携帯で流してんの？なんの？いや、お前要素入れなくていいよこれ。めっちゃいる、めっちゃいる。タスクな？何枚目ですか？いや、3枚だ。3枚。本当ですか？3枚しかない。ないんだよ。エロちゃんタスクある？こんな押さないと。ねえねえねえ。聞こえます？ないっつったなこの人。エロちゃんないっつってたよタスク。ないですよ。タスクないよ。タスクないよ。すげえ、すげえ売り込んでくるやん。ママとかいいです。めちゃくちゃ売り込んでくるやん。ちょっとクロムさんがうるさすぎて。どこがうるさいですか。もうクロムじゃないじゃん。もっとなんか犯人っぽいやつあったろうボイちゃんも。いやつ。いや今日の無料分がこれなんだよ。無料分とか知らんし。他ないの。なるだろもっと。そういうことか。なるほどね。手抜くなよ。もっといいの買えます。買ってこいパンチもらって。前回から全然上手くなってね、どうしたの。変わったの。確かにクオリティ変わらんのよ。多分クロムくんインポスターだと思いますよ。声おかしいし、だからまあクルーじゃないんだよ、ね、メカクロムだからな、人間ではないかも。つーちゃっていいんじゃないですか。うん、ありなんでですか。なんでこんなひどいじゃないですか。もう聞き取れんのよね。俺が何したって言うんですか。やばいよ、ヒーローが来たぞ。何したって言うんですか。情報量やばないこれ。静かにゲームプレイしよう。苦手なんだよ中村さん。もうケイスケさんもそれで終わりなんですか。苦手なんだよタオルが。タオル苦手なんだよこのタオル。
あ、全然終わんねえ。ちょ、一回消すわ。一回消す、消す、集中するわ。消してるし。集中するわ、一回消して。最悪。タオルが全然、タオル苦手なんだよ。タオル苦手なんですか？もう誰やねん！タオル苦手なんですか？マジで静かで草。神様直して、神様直した、クロモくん絶対前にいたよね。あ、タオルのとこはいましたよ。一緒に行ったよね、だって神様。中野ちゃんと一緒に行ってないっすよ、俺が一番最初っすよ。ハモニーが気になる。信じてくださいよ、この声を聞いて。いや、それ信じない。信じてよ。信じてくださいよ、この声を聞いて。死んだ瞬間、中野さんなんて言ってました？俺が？俺？俺に言ってんのこれ。死んだ瞬間？俺に言ってんの？わーって言ったよ。ちゃんに聞いてる。なんなん？あっちゃんさんがタオルやってた時にいたのは中野っちさん、我が輩圭介さん、エロちゃんさんの鬼。会話できんだろこんな状態。何笑ってるんですか？真剣にやってるんですよこっちは。こっちは真剣に犯人を探してるんですよ。いやそんなことはない。やだー。エンジンってタオル助けしちゃうね。え、これ幽霊になってもクロムさんなのこれ、これ。あ、そうだよ。アオニがまさか、まさかりがアオニ、まさかりがアオニ、よっしゃ、ぶっ殺してやる。アオニ流すなよ。まさかりがアオニだ。アオニだ今。アオニがいたぞ。アオニ流すなよ。本当にアオニいるよ。誰が流しとんねん、アオニ。タスクガチ無理ですよ、僕一個もやってないんで。誇るな。何してんねん。というか、ショコスケさんの死が無駄になってしまったな。あれ？聞こえる、聞こえるよ。ロボット声で普通のなんか笑い声とかすんのやめて。笑い声やめてね。え、ねえ、笑い声でさ、笑い声でハーモニーしないで。マジやべえ。笑わないで、笑わないで。笑ったらやばいわ、あなた。気持ち悪い、気持ち悪い。あ、死んでる。人死んでる。あ、死んでる。やばい。笑うなって。もうオフにしなさいよ、もうオフにしなさいって。おい、ロボットが笑い疲れるのよくないな。もう気持ち悪い。やばいってば、もうカオスだって。もう何してんだマジで。引き笑いはやめよ、引き笑いやめよ、引き笑いやめて。もうやばい、ほんとまずい、この人やばいって。涙出てくるって。インポスターより立ち悪いってこいつ。インポスターより立ち悪いって。クロムさんのさ、ロボット声の笑い方やめてくんない？マジで。やばいっす。